えー、今日のおっさんの晩ご飯はやっと最後です豚の生姜焼きといつものサバ、えー、サラダキムチ納豆に冷ややっこにお味噌汁に、えー、くるみにみかんでーす、えー、そして今日あの最後の勤務行ってきました、まあ、勤務っつっても本当何時間かしか働いてないですけど で、ついでに、あの、返さなきゃいけないもの、制服とか、あの、全部返してきました。えー、あとは、新天地で頑張るだけです。そして、次の城ヶ島は、えー、月曜日です。えー、YouTube でも、あの、活動してるお魚さん。その人も、あの、月曜日来てくれるそうなんで、よかったです。病気に負けない。そして、猫、ね、ちゃんたちの、 猫カツ頑張りますそして今日もあのー、北陸の商材を使いましたまあ、お味噌汁だけでしたけどねあのさすがにもうあのその被災地のあのー、材料としているのがあのもう売ってないんでであのー コメントにあったあのお菓子とかそういうのもあの含まれるんであのちょっとお菓子今ねあの糖尿病だからあんまりは買えないですけどあのちょっと買う時はそこも見てあの選びます。食で支援します。ではいただきます。